こんにちは、田中です。最近はウイルスの感染者とかも減ってきて、緊急事態みたいなのも明けて、ちょっと夜とかにやってる店が多くなりましたよね。なので最近私が仕事が終わって退勤した後とか、どういうことをしているんだろうっていうのをちょっと紹介していきたいなと思ったので、紹介していきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。松屋にやってきました。松屋は9月末まで20時以降はお持ち帰りしかできないっていう状態だったんですけど、なんと今月からは21時まで店舗が空いてるっていうことで、20時以降に松屋で食事ができるってだけでもちょっとありがたみを感じますね。味噌汁も飲めますから。今回はマッサマンカレーというメニューを注文しました。タイのエスニック系のカレーなんですけど、ココナッツミルクをベースにした濃厚でリッチな味わいを楽しむことができます。さらに注目すべきはゴロゴロシリーズを彷彿させるような大量の鶏肉、一食でタンパク質を豊富に摂取することができるので非常に満足度の高い一品となっています。松屋はリニューアル後、味噌汁が美味しくなったと思います。今までは味噌をお湯で溶かしただけみたいな感じだったんですが、そこに出汁みたいな深さが加わったような感じがしました。しかも油揚げも、今までなんかしょぼい油揚げだったんですけど、リニューアルが行われてからは油揚げの厚みが増したような感じがして、非常に美味しいと思っています。カレーと味噌汁の組み合わせはどうなんだという考えもありますが、私は味噌汁が飲めれば何でもいいです。続いてやってきたのは近所にあるカプセルホテルです。このカプセルホテルは2時間の滞在500円でお風呂やサウナに入り放題となっています。家ではシャワーしか浴びず、お風呂に入る機会がない私にとってはこういった施設はありがたいですね。ご予約の方はあるでしょうか。あ、休憩でお願いします。休憩の方で、はい、はい、少々。こちらのロッカー室で館内着に着替えていきます。館内ではパソコンやプリンターを無料で使わせてもらいます。2時間で500円なのでネットカフェよりもお得なのではないでしょうか。それでは早速お風呂に向かっていこうと思います。でお風呂の方はこんな感じですね、まあ、若干なんか撮影スタジオ的なところに見えなくもないんですけど、まあ、別に500円なんで何でもいいやっていう感じですね。でサウナもありますね。続いて休憩室の方へ向かいます。休憩室はこんな感じですね。まあこういう古い漫画読み放題の結構好きなんですよね。このカップラーメンの自動販売機がありお湯を注ぐことができるっていうのはいいと思いましたね。もはやここで暮らすこともできそうだなっていうのは感じましたね。あとなんとなくカプセルホテルの方にも行ってみたんですが、まあ特に感想はなかったですね。マッサージ機は
ここに訪れてから人生で初めてやってみたんですけど、足から肩、背中まで全体的にもみもみしてくれる感じが、疲れが取れるような感じがしていいなとは思いましたね。まあ結構いいっすね、個人的に。そうっすね、個人的にあれなんですよね、漫画が読める時点でも、漫画が読めて休憩スペースがある時点で、まあ2時間なんで、漫画喫茶2時間だと漫画喫茶2時間だと多分1000円ぐらいいくんじゃないですか。でもその時点で1000円の価値がある、まあ、さらにマッサージ機が使えるんで、マッサージってだいたい1時間で2000円ぐらいするじゃないですか。なんでその時点でもう3000円の価値がある。で、あとはお風呂に入れるんで、お風呂って大体、安くても500円ぐらいはするじゃないですか。なのでもうその時点で3500円分の価値がある。っていうことなんで、それ500円で味わえるっていうのは、もう3000円得してるのと一緒なんですよね。っていうことは、カプセルホテルで休憩することによって、3000円儲かってるのと一緒なんですよね。これって面白いですよね。